ライフを回復するやつね、はい、で、まずラブニックヒーローを使いました、はいはい、まずこいつでエレキホーテ破壊、はい、締められました。で、こいつは戻ってゲージ1プラスします。これの効果で、はい、リターンシステムこいつで、まず2点受けよう。1、2じゃあこいつで3点でけえな。受けよう、5はい、こいつでうまいね。3点です。いや、どうしよう。3列連携体制、ちゃんと受けよう、うん、うまいね。ドローします。ドロー。うわ、こっちきついぞ、これ。そっちのドラゴン貫通がいないのかな、ちょっとわからないですけど。チャージ&ドロー、きついな。エレキフォーテコール、真ん中からちょっと迷うな。ちょっと待ってね、ちょっと今真ん中に置くしかないかな。で、そうだな、今ハンドが1枚、2枚か、2枚です。こいつやっつけといた方がいいのかな。エレキでこいつアタック、あ、持ってた、あ、あ、当ててきてるか。で、終わりです。ライフ1プラスして1枚でです、はい、ドロー、チャージ&ドロー。あ、1枚ドローはないな。ライフが1なら、あ、そういうことか、うん、だから1枚、じゃあ今のドローはなしでしょ、はい、うん、すいません、はい、ブーメランドラゴンで、うん、じゃあ、うん、押し切られてしまうかも。エレキホーテでやられました。あ、で、うん、戻ってドラゴンに話してる、うん、こいつで攻撃、ここを下げる、こいつで、これも防ぐ、1ゲージ払わなきゃいけない。ね、これだったかな。1ゲージ払って、無効にし1回復する。で、こ、それでドラゴンで、うわー、痛い、そこも防ごう、はい、はい、一方的に攻撃されてる。ドロー、やべ、チャージ&ドロー、流行って引いた、うん、ジャック。しかしこれはな、うーん、ちょっと防戦一方になっちゃうな。考えますね。うん、これはしょうがない。まずバディコール5になりました。じゃあジャックナイフ変身の術みたいなやつを使います。ミレージ払って、またジャックになるね。もう一回ジャックナイフ変身使いますね。こういうテクニックあったんだ、うん、そういうこと、初めて知った。そうそう、でもあんまり良くない、これ、このテクニックは。ちょっとやってね、もう一品ジャック、これになるけど効果が使えないですね、センターにいるから。
ちょっと防御寄りになってます。そして手札からですね、2ゲージ払ってバイスタントにこう登場した時、ドロップゾーンにある盾を、いやでもかなり苦しいですね。ちょっと今ライフの方が足りないから緑にしようかな。かなり苦しいですね。ハンドは2枚、全然減ってないね。じゃあ6000でこの3点のやつを攻撃しよう。ハンドです。ちょっとこれは相当苦しい戦い。チャージ&ドロー。ここを破壊して、お、武器をライフ2払って2払った、はい、ドラムソード、はい、ライフを1払う。ドラムがいないな、なるほど、ドラムがいないからもう1払って、こいつで、はい、でまずこいつで、はい、じゃあソウルガードします。あ、はい、でこいつで攻撃、ソウルガードします。でこいつでタエンドかで、うん、戻って、あ、アタックしないと戻んないから、アタックした方がいいんじゃない、通らなくても。アタックそして効かないで戻ります。で戻りまして、ゲージ1プラスです。強いな、リターンシステムが強い。ドロー、あ、違う違う違う、お前じゃない、チャージ&ドロー。ライフが8と5か、これが2、しょうがない。ここはまあ2点センター、はい、受けた。で6になったね、はい、エンドです。ドロー、今こっちは5でこっちが6ね。ゲージ1払って6で止めるって結構大事なんだよね。コール、はい、センターにコール、はい、でまずこいつで、はい、ソウルガードします。でこいつとドラムとこいつの連携です。やられた、で戻るね。あ、貫通か、貫通です。じゃあ貫通の2点受けるね。うわー、こいつ貫通持ってんのか、怖え。はい、こいつで3点、さっき回収した盾がありますね。持たない、ドロー。うーん、あ、これ見ちゃダメだった、うっかり見ちゃった、さっき自分でセットしたから。チャージ&ドロー。うーん、辛いぞ。残りライフ6、こっちは4。じゃあコール、センターにモンスターがいないなら1回復します。ジャックナイフバーサーク真ん中にこう、あ、そっか、ゲージいらないんだ、いらないやつですね。あ、悩むな悩むな、ちょっと考えますよ。ジャックナイフブレイブハートを使います。2ゲージ払ってデッキからジャックナイフと名の付くカードを1枚手札に加えるんですが、ここで出せるのはゴールドリッターだ、すげえ。いやー、そっか、いいのがいないんだった。もしも結構ゲージが足りないもんね。ちょっとうまいのがいない。ここはバーサーカーを手札に加えるしかないな。というのもね、バーンアウトだと、バーンアウトだっけ、なんか何もできないんです。そう、呼べない、センターに呼べないんですよね。残り6じゃ足りないね。だからせめてこの横を蹴散らすことを考えた方がいいのかな。じゃあバーサーカーでアタック、あ、アタックフェーズ移動ありますか。あ、大丈夫です、移動しないですか。じゃあアタック、ここを防ぎます。防いだ、ゲージ1プラスです、はい、じゃあ4戦で、貫通が怖いからこっちアタック、ああ、貫通が免れた。エンドです。ドロー。かなりいい試合なんじゃないですか。チャージ&ドロー。もうゲージがないっていう。で、ゲージが持て余してるね、ちょっとね。持て余してちゃって。もっとゲージ使うカードがあってもいいかもしれない。たまたま噛み合ってるだけかもしれない。そっちも辛くなってきた、はい、こいつコールして、はい、こいつで、うん、とりあえず貫通はないね、あ、いや、待ってこう、あ、はい、ビン貫通いません、うん、あ、
じゃあこいつでやられました。散らしてこいつで攻撃です。1点でこいつ戻るのでゲージ1プラスしてこいつが3点です。これ3点になるんだっけ、あの手札に戻った時。あ、なるほど。じゃああと1ギリギリ来た。死ぬ死ぬ。ドロー。でも死んでもこの効果で魔法が出れば2で復活です。ああ、ほんとだね。チャージ&ドロー。うーん、お前じゃないな、お前じゃなかったな。しょうがない、1ゲージ払ってジャックをセンターに。うわ、つらい。今んとこ手札が2枚。4戦でここアタック。じゃあ3点。ライフ3です。今ライフが3でこっちが1しかない。ドロー。そろそろダメなんじゃないかな、俺。チャージ&ドロー。どうだどうだ。でもこっち本当残り1だからね。無駄にゲージを増やしましょう。はい、これは何？ライフ1プラスです。なるほど、武器を装備してるなら2ゲージ増やし、ライフを増やす。ドラゴニックオーラ、はい、これ慎重に考えてやれば決まるかも。こいつで、はい、はい、6戦の受けた。ブーメランなかったです。ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォロー、よろしくお願いします。I'm not afraid.